西村伊作、西村伊作、西村伊作、1884年9月6日から1963年2月11日は、日本の教育者、文化学院の創立者としても知られる。大正、昭和を代表する建築家、画家、陶芸家、詩人、生活文化研究家。和歌山県新宮市出身、合唱の父、大石余平、母。 冬の間に長男として誕生。弟に、大石雅子、次男、大石七分、三男がおり、三兄弟の名は経験なクリスチャンであった父親が、聖書に登場する、遺作、遺作、マルコ、雅子、スティーブン、七分にちなんで名付けた、遺作自身は、生涯無宗教であった。母方の西村家は、奈良県下北山村、隣接の和歌山県北山村も含む、 一帯の三輪王で本家に後継ぎが途絶えたため、祖母門によって1887年に4歳の遺作が西村家の当主に父親のあまり平らがその後見人に指名された。与平ら一家は下北山村の西村家で暮らし始めたが、あまり平らの生を被れの暮らしなどから祖母と会わず、後見人を取り消されたため、再び新宮に戻った。父親は、 新宮教会を作って布教活動を行うとともに子供たちのために幼稚園も付設し暮らしの洋風化も精力的に推し進めた。1889年に新宮が洪水に見舞われ教会も幼稚園も被害を受けたため一家は愛知県厚田町に拠点を移した。厚田神宮近くにキリスト教講義所の看板を掲げて伝道活動を続けながら アタン採掘を制御とした。伊作は洋服姿で尋常小学校へ通わされ、目立つ格好からよくいじめられた。一家は名古屋市に引っ越し、伊作も転校した。1891年10月28日早朝、南部平町に新設されたばかりの名古屋英和学校、現名古屋学院のチャペルに家族で礼拝に訪れたその折に、能美自身が発し、 両親が崩れた教会のレンガの煙突の下敷きになって即死、当時7歳の伊作は重傷を負うも生還した。伊作ら子供たちは祖母門に引き取られ、門を、親権者に伊作は西村家の古主となり、莫大な財産を相続した。11歳頃に、父の弟である大石聖之助がアメリカから帰国し、新宮で委員を開業したのを機に、叔父のもとに身を寄せ、 新宮町高等小学校へ通う。1898年、遠方からの入学者が多かった広島市の明道中学。1892年から1923年、他の出身者には、黒島亀と石田一松らに学ぶ。広島には、父の妹、井出敦子が、牧師の夫と共に住んでいたので、そこから通った。 日露戦争に対して、非戦論を唱え社会主義思想を持ちびら配りをした。1903年に中学を卒業した後は、実家に戻り、家業である三輪管理と材木賞を継ぐ。伊作は、少年の頃から洋風で端正ないでたちから、偉人さんのようと言われていた。青年期から独学で絵を描き、陶器を作り、欧米のモダンリビングを取り入れた自邸を設計して住み、 またアメリカ留学を終えて帰国した医師であるおじ、大石聖之助と本格的に生活の改善、欧米化を推進した。1904年に聖之助が開いた新宮発の養殖や太平洋、食堂、1年ほどで閉店も手伝った。大石聖之助の影響を受けて社会主義思想に共鳴し、高徳周水や酒井敏彦ら平民者による社会主義者と交流した。 1905年に兵役を逃れるため病気を理由にシンガポールへ脱出。半年ほどで日露戦争が終わったため帰国し、1907年に材木問屋の娘、シンコシミツエと結婚。前年に自らの設計で建てたバンガローで新婚生活を送った。1909年にはヨーロッパ各国とアメリカをめぐる世界一周の旅をする。 1911年に、おじのせいのすけを大逆事件で失ったことから、政治的な活動家たちとは、離れ、代わりに、1915年に自ら設計した、洋風の辞典を再び建て、現在の西村記念館、よさの鉄館、よさの明子夫妻、画家の石井白帝、彫刻家の安田龍門、陶芸家の富本健吉といった、芸術家たちを東京から招き、地元作家である、 佐藤春浦も交えて文化人との交流を深めていった。1919年に最初の著作、田の市基礎化を出版。1920年には兵庫県三影町に西村建築株式会社を起こし、1927年には東京銀座でも開業。1921年からは与謝野夫妻の病状に家のことと題した建築論の連載を開始した。 遺作が理想とする新しい遺食獣の研究のため、与謝野夫妻、酒井敏彦、沖野岩三郎を顧問に、西村芸術生活所も新設し、芸術的生活の啓蒙雑誌の観光や、駿河台に日本人に生活改善を教えるためのホテル建設、小田原に芸術家用の文化住宅を集めたコロニーの建設などを計画した。 長女綾の小学校卒業を機に作はあらゆる女学校などを見て回るが、自分の教育方針に適する学校がないと考え、娘のために自らが考える真の学校教育を模索し、様々な芸術家、文化人との交流の中、歌人よさの秋子、画家、石井白帝に、当時の学校例に縛られない自由でより創造的な学校を作ることを打ち明ける。 両者は大いに賛同し、1921年、ホテル用地として遺作が買ってあった駿河台の土地に文化学院を創立。当時の中学校令や高等女学校令に縛られず、一流人たちによる芸術、学問の教育を行う快活自由な学校を目指した教育を開始した。国との方針が違ったため補助金はなく、誰からの援助も受けず、すべて、 遺作自身の資産で運営された。当時、与謝野鉄官が、慶応義塾の教授に就いたこともあり、文化学院は、慶応義塾の構成に則っ,って作られた。そのため、文化学院の開校式には、文部次官と共に、慶応義塾塾長も臨席。また、文化学院の歴代教員などの関係者には、慶応義塾出身者が多い。工事園に乗る数少ない学校の一つとなった。 校舎は、遺作自身の設計で建てられ、当時の学校建築の常識を離れ、英国の古典時風の建物にし、かなりの話題を呼んだ。文化学院の教員として様々な文化人、芸術家たちを招き、文学部長に、与佐の鉄官、秋子夫妻や、菊池博士、川端康成、佐藤春夫などがついた。美術は、石井白帝、有島育馬、山下慎太郎、 正宗徳三郎、宗方志向、ノエル・ヌエットラが、音楽は、山田・耕作、エドワード・ガン・トレットなど、他にも、北原・白秋、有島武夫、芥川・龍之介、遠藤修作、吉野作造、高浜・キョ堀口大学、見ノ田月ツら数々の著名人が、文化学院で教え、現在に至るまで数多くの著名人によって教育が、行われている。 1923年、関東大震災で校舎が全焼。校舎に保管されていた、よさのあきこが14年かけて、現代後に翻訳した、源氏物語が灰となる。校舎は、かろうじて残った土台の上に、新しく積み上げて作り替えられた。現在、長野県軽井沢町のルバン美術館に創立当時の校舎が復元され、創立当時を伺い知ることができる。 1943年、反政府思想や天皇を批判、自由思想によって不経済で拘禁され、文化学院の閉鎖命令を受ける。遺作は半年間投獄され、釈放後も裁判やり直しを求めたが、終戦の混乱で自然回避した。戦後、文化学院を再考する。戦時中、文化学院は捕虜収容所となっていたため、米軍の空襲を免れ、 そのおかげで近くの山の上ホテルも焼けずに済んだという。しかし同じお茶の水にあるアテネフランセは空襲で消失し、戦後は文化学院の校舎の一部を借りて、講義を再開。1962年に新校舎が完成するまで文化学院内で講義が行われた。学校経営を娘たちに譲って、以降は校舎の一部を寝起きに使ったり、陶芸制作に使ったりしていたが、 実務からは離れ、1963年に78歳で亡くなった。私生活では9人の子供に恵まれた。関東大震災の時には家族を学院の中にあった自宅に残し、和歌山県の新宮に帰郷していたが、震災の東京での様子を聞いたい作は、すぐさま汽車や船を乗り継ぎ、西村家と大きく書いた布を旗印に、 燃え盛る東京のお茶の水周辺を歩き回り、自宅のある学院は無残にも燃え落ちているのを目の当たりにする。しかし、掲示板で家族は近くのよさの邸に避難していることを知り、無事家族全員と再会できた。かつて両親を能尾自身で失ったことから、伊作自身を大きく奮い立たせた。作家の黒川はじめは、西村伊作は、ああ、言えば、こういうの、つむじ曲がりで、 飽きずに一生を通した人である、いわば水に溶けきらない粒子のように、この日本という社会の中で遺作は生きた。彼の場合、逆風の中だけでなく、たとえ順風が吹く時があっても、周りの社会や集団の中に自分が解消して終わるということがない。彼は、どのような大義においても、順境を称えようとしない人だったと著書の中で語っている。 イサクは十四歳で渡米したとき、現地の人から、お前は何者か、クリスチャンか、ナショナリストか、ソシアリストかと問われ、i am only a m o n l y A f r e e s u n c a r と答えたという。イサクは独絶家で言いたいことをはっきり言う人であり、人々に説教するのが好きで、人前で演説することに快感を覚えていたという。学院の行動では、デカデカと天皇も古事記も、 大して変わりはしないと発言し、生徒や教員から止められることが多かった。地元新宮ではケチで知られ、金を使ったことの喜びより、使わなくて済んだ時の喜びの方が大きいと自らも書き残している。これは寄付の無心が多かったことと、浪費や詐欺などで財産を失わないように最新の注意を払っていたためで、毎年所有している。 全三輪の約50分の1を伐採して現金化し、その中から自分のために使っても良いとみなした費用の約3分の1を実際に使うようにしていたという。よさのあきこは以下のように述べている。学院の文学部長を務めた佐藤春夫は、1960年10月の学内誌で以下のように語っている、抜水。伊作自身が設計した新宮市の自邸。現。 西村記念館は、国の重要文化財に指定されている。軽井沢には、三男の八地が設立した、ルバン美術館、館長は四条の園があり、文化学院創設当時の雰囲気を再現している。遺作が設計し、現存する建物に、桑原委員、現、下北山村立歴史民族資料館、倉敷協会、石丸助三郎邸、現、結婚式場、 ラッセンブリ披露などがある。記録映画として文化学院卒業生でもある清島敏則監督による遺作2001年がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。